フルモグリチン最上です。えっとですね、あの、コメント欄に関してなんですけども、えー、僕、ちょっとあの、バタバタしたりとかしてね、えー、まあ、いつ、いつもなんですけども、コメント返すの遅いなっていうのはあるんですけど、えー、今回多分結構空いたんですよね。うん。で、あーのー、それね、えー、バタバタしてたっていうのも一個あるんですけども、えー、っと、僕、前出したあの、ルーグライスカリエ、空組さんのですね、えー、まあ、講演が、まあ、 上演されることになりましたよ、みたいな動画を出した時にですね、まあコメント欄、結構まあ厳しい意見が多かったっていうのもあって、返すのを、まあ、どうすべきかなっていうのを結構悩んだりとかもしてたっていうのもあるんですよね。で、あの、その中でね、えんまあ正直意見なんで、厳しい意見とか、 えーまあ、考えなければいけない意見っていうのはもちろんあるとは思います。あると思うんですけども、その中で、ちょっとこれは、えー、意見というより、悪意のある、えー、なんかすごい感情的なことを言ったはるなとか思うやつとかもあってですね、えーまあ、そういうのに関しては、えー、っと、すいません、えー、っと、 コメントしていただいて、僕は目を通してるんですけども、えー、っと、非表示にさせていただきますね、という話なんですよ。えー、っと、というのもですあの、というのも、あの、やっぱりね、えー、めちゃくちゃこんなちっちゃいチャンネルですけども、えー、その中でコメントしてくださる方が、えー、まあ、えー、いらっしゃって。で、まあ、その方がですね、うん、まあ、ちょっとでもね、あの、 楽しめてコミュニケーションを図れたらいいなというのは僕一個あるんですよね。うん。で、えー、それを考えると、うーん、ちょっとそれを残すのはどうかなというのがありましてですね。うん。まあ、あの、というのとまああれですよね。えー、っとこの件っていうの自体がね、あのやっぱり、えー、この 起きてしまった出来事っていうのは、まあ、どうね、えー、やっても変えられない話なので、えー、もうそれはもう、そうなんですよね。うん。変えられないからこそ、えー、どうしていくかっていうのを考えなければいけないんですよね、我々が。うん。で、その上で、えっ、ー、と、連鎖をしないっていうのは僕多分前もなんか言ったと思うんですけども、えー、やと思います。で、えー、その点で言うと、今回、そのハラスメントが問題になってるのであれば、えっ、ー、と、なんて言うんですかね。 こ意見をこっちが持つ側としても、その人に対する誹謗中傷を行うことっていうのは、僕は、えー、結局は、それって、じゃあ同じことやってるやんっていうのになるじゃないですか。えー、相手が、その、さされてるからといって、意思を投げていいっていうわけではないと思うんですよね、僕は。うん。やし、えー、何か、こう、ね、えー、うん まあ、構成という言い方が正しいのかは分かんないですけどもそういう道っていうのは、えー、何かしら、えー、示しておいてあげるべきだし、えー、そこを見守っていくっていうのが我々がやることだと思うんですよ。えー、うん。ってことでまああのすいませんそれだけ、えー、お伝えできればと思います。まあ、でもあの、えー、僕、あのー、意見とかねと、えー、いう分には別に意見は別にいいとは思うんですよ。うん あの、誹謗中傷かなっていう、そこの、誹謗中傷っていうか、悪意があるかなっていう判断ってさらに難しいところでめっちゃ個人的な判断になるんです。なるんですけど、うんやっぱりうーん、これはいかがなもんかと思うのは、えー、やっぱり消そうというだけの話でございます。はい。えー、ということで、フロムゴ1の最上でした。ではまた。